ロカルノ空港、ルスモは、スイスのティチーノ州ロカルノの市街地ほど近くにある空港である。軍民共用で民間機とスイス空軍ロカルノ基地帯が同時に使用している。滑走路は共用だが、スイス空軍は専用の誘導路と中機場、大型格納庫を利用している。ロカルノ市街中心部から 7km 離れたゴルドーラの集落に位置している。 最寄りのスイス連邦鉄道の駅は、ジュビアスコロカルノセンのリアッチィーの駅で2キロメートルほど離れている。まず民間部が1939年の夏に開業し、軍用部はその冬から共用された。天候に恵まれた日が多いことから、スイス空軍は1941年から初等練習機による空軍パイロットの訓練に使うようになった。 第二次世界大戦が終わるとスイス当局は施設を近代化して地域空港とした。3本の滑走路とターミナルビル一棟が設置されている。空港までは国道13号と接続するカントナーレ通りでアクセスできる。この通りは市街地をバイパスする高速道路と接続している。ロカルの空港からはアルプスの眺望を楽しむことが 同空港の眺望を楽しめる展望台のアルプスです。空港周辺にはヘリコプターチャーター会社のエリティチーノやヨーロッパ最大のスカイダイビングセンターであるパラセントロ航空学校のアエロロカルノのほか航空機メンテナンス会社のアエロメッカニカや航空救難のレガが所在する。発着する航空機の多くは小型の自家用機である。さらに スイス空軍の訓練飛行や航空学校の訓練飛行、ヘリチャーター会社エリティチーノのフライトや地元、グライダークラブの発着もある。グライダークラブは日本の草地の滑走路を占有している。1999年から2007年までの間に基地飛行隊は1億スイスフランを投じて設備を完全に一新した。すべての機体が格納でき、 太陽光発電システムを備えた大型格納庫や滑走路 26R-08L に向かう専用の誘導路が設けられた。また、ロカルの空港に展開する落下3部隊のために新しい第五格納庫が設けられた。基地飛行隊で最も重要な機体はピラタス PC-7 で空軍パイロットを目指す訓練生の基礎訓練の終了試験に用いられる。 また、基地飛行隊は、飛行式の極技飛行隊 PC-7 チームの拠点でもある。その他、ピラタス PC-6 やピラタス PC-9、ユーロコプター EC-635、ユーロコプター AS-532、ユーロコプター AS-332 と、ADS-95 が配備されている。ありがとうございます。